さあ、サイレントアップデートでシーズン 7&8 からシーズン 9&10 へと移行しましたが、とんでもないことが起こっております。さあ、そして僕は風邪をひいて喉がやられております。ということで見てください皆さん、保管庫にね格納されているはずのゼロポイントが地表に現れました。このねキューブの浮島が存在していて火山が存在していないとか、そういうところって運営がねちょっとサボってシーズン8を表してないとか、そういうことだと思ってたんですけど、どうやらねとんでもないことが起こってるみたいです。なぜかというと、これゼロポイント見てください。ちょっと近づけないんでリプレイモードのゼロポイントを映しますけど、このゼロポイントひびが入ってないんですよ。本来ねゼロポイントっていうのはチャプター1のシーズン9のワンタイムイベント、デバウアー対ピンクマロボットの戦いでピンクマロボットを操縦していたパラダイムがねゼロポイントの力を使ってデバウアーをね倒したことによりゼロポイントが不安定化してしまって、それによってね時間が巻き戻される、そのようなねイベントが起こっていたんですけど、今回ゼロポイントが全くもってひびが入っていないということは、これねマップ変化を運営がサボっていたんじゃなくて、そもそもデバウアーが存在していないんじゃないか。チャプター1でデバウアーが現れた原因っていうのがアイスキングとプリズナーの戦いで、プリズナーがねポーラーピークに眠っていたねデバウアーを起こしたことによってねデバウアーが登場していたんですけど、今回ねそもそもプリズナーの火山が現れていない、アイスキングとプリズナーが争っていないのでデバウアーが登場していないんですよ。じゃあなんでねポーラーピークが破壊されているんだ、ポーラーピークにねインフィニティブレードが存在していないんだって思う方もいるかと思うんですけど、実はね、チャプター4シーズン4であのタイムマシンを使っているカドソンはねタイムマシンを使ってアイスキングからインフィニティブレードを奪っていることが分かっているんですよ。それ考えると今回のチャプター1でアイスキングと争っていたのはプリズナーではなく、そうカドソーン、カドソーンがアイスキングを倒してインフィニティブレードを奪ったせいでもうプリズナーとアイスキングの争いは発生しなかった、そしてデバウアーも登場しなかったことによりゼロポイントが不安定化していないとね、そう考えることができそうです。いやこれね完全に歴史が改変されてますね。さあそしてねここでねキューブとゼロポイントがね同じ場所に存在しているんですけど、実はねチャプター1のシーズン10でビジターがとんでもないことを言っていました。昨日の生放送でね リスナーさんに教えてもらったものなんですけど、さあビジターはこう言っていました。私は誰も島の形成を計算していなかったのではないかと推測している。異次元間の物質衝突は押し付けるのではなく解決するものだと、今それを目の当たりにすると圧縮することだけがそれを不可避にしたことは明らかだ。これねチャプター1の頃は何を言っているのか全く分からなかったんですけど、ここでね異次元間の物質衝突は、押し付けるもの圧縮するものではなく解決するものだと、そう異次元間の物質全てのねものを作り出すゼロポイントと全てのね物質を消し去ろう無に返そうとしているキューブ、ラストリアリティのキューブ、これね異次元間の物質だよね。この異次元間の物質衝突は全てをね解決するってビジターが言ってるんですよ、チャプター1で。スロー博士はねチャプター4シーズン3でタイムマシンを使うことによってラストリアリティの脅威からね永久に逃げ出すことができると言ってました。そう、そのためにねタイムマシンを使ってチャプター1にジョーンズを送り込んだんですけど、もしかしたらゼロポイントとキューブを融合させることによってそのラストリアリティの問題を全てね解決できるのかもしれません。まあそもそもね自分の考察ではゼロポイントを使いすぎたことによってゼロポイントの邪悪なエネルギーからできたのがキューブっていう風に考察していました。もともとはねキューブとゼロポイントは同じ物質じゃないかとねこれまで考えられてますので、キューブをねゼロポイントが融合してくっつけるっていうことは全然可能だと思うんですよ。もしそれをするとラストリアリティっていうキューブ自体をねゼロポイントが吸収することになるので、キューブの存在ラストリアリティの存在はなくなるので、スノー博士の言っていたラストリアリティの手から永久に逃げ出すということが可能になります。いやもしかしたらねあの時のチャプター1シーズン10のねビジターのテープの謎に満ち溢れた内容がここでね繋がってくるのかもしれません。やばいですねこれは。さあそれでは2つ目のマップ変化、タイムマシンですね。ちなみにワンタイムイベントのカウントダウンがロビー画面ではなくロケットの上にも登場しております。はい、前回ねここに置いてあったタイムマシンですが、なんとさあ見てください、ビジターのロケットにタイムマシンが赤いベルトでくくりつけられております。やばすぎる。まあこれはねタイムマシンのエネルギー源が次元の裂け目っていうことが分かっていましたので、チャプター1シーズン10のねワンタイムイベントでロケットがね次元の裂け目をたくさん作っていたことによって、まあ、その裂け目のエネルギーをこのねタイムマシンで吸収するんじゃないかと考察していましたので、その通り、まあ、こんな風にロケットとタイムマシンをくっつけてロケットがね作り出した次元の裂け目を利用してそのね裂け目のエネルギーをこのタイムマシンで吸収するようです。 OK、 そして3つ目のマップ変化はこのねロケットを作ってる基地ですね。ここのねパソコンとかはね前回完成していたんですけど、このね、モニターに画面映像が映っております。これね前回なかったんですけど、はい、こんな風にモニター
ターが全て起動してもロケットが発射する寸前の状況ですね。さあ、そして4つ目のマップ変化がね、マジでやばいです。みんな知ってるかな？あのチャプター4シーズン4でさ、タイムマシンの周りにダスティーダイナーの看板があったじゃん。本来ね、この場所ダスティーダイナーっていうね、カフェ屋さんの看板がね、ここにあったんですよ。その看板が取り除かれて、こんな風に大きなアンテナが作られています。そしてね、このアンテナのこの赤い光がね、ちょっとセブンの光に似てるんで、これビジターかサイエンティストが作り出したものなんですけど、チャプター1の時はね、これなかったんですよ。チャプター1の時このね、アンテナなかったのに、今回ね、このアンテナがあるのにのがね、結構意味深だなと思ってたら、実はね、前回のアップデート、バージョン 27.10 のアップデートで、なんとですよ、あのマップの外側にあの黄色い光が登場していました。そう、チャプター3の頃ね、あのチャプター2シーズン8でキューブクイーンがやられてしまった後に、チャプター3シーズン1でマップの外に黄色い光が現れてたんで、これキューブクイーンがまだ生きてるんじゃないかと考察していたものですね。あのね、キューブクイーンの光だと考察していたものがまたね、マップの外に現れたんですよ。そう、そして見てください。ちょっとね、今ストームで見えないのでリプレイモードで見せますけど、なんとこのアンテナが指してる方向にキューブクイーンだと考察してた黄色い光があるんですよね。なにこれ、キューブクイーン、ラストリアリティとセブンが通信してんの？いや、通信するわけないよね。通信してるんじゃなくて、まあ、キューブクイーンの動向を探っている、ラストリアリティがどう動くか探っているっていうことなのかな。いや、これね、これマジでやばいでしょ。このね、謎に現れたアンテナがその黄色い光の方を指してるの。いや、これはやばすぎます。やっぱりね、何かスノー博士がね、ラストリアリティの手から永久に逃げられるかもしれないって言っていたことと、今回のね、ワンタイムイベントが何かね、関係ありそうな気がしてきました。ここで何かが繋がっていそうです。あ、そうそう、昨日もね、生放送のコメントで、この光ってプリズナーが山の上で焚き火してる光なんじゃないかっていうコメントをいただいたんですけど、確かにね、チャプター1シーズン8の時、プリズナーってね、謎の山の上で焚き火をしていたんですよ。なのでこの光がね、プリズナーの光の可能性の方が高いんじゃないかっていうコメントいただいたんですけど、実はね、その焚き火の場所って、はい、プリズナーがね、焚き火をしていた場所って多分この場所なんですよね。確かね、ここに焚き火があって、プリズナーのね、あのスキンをスタイル変更を解放するクエストがここで使われたと思います。ごめん、もしかしたらこっちだったら申し訳ないですけど、多分ここでした。このウェーディングウッズのこの場所、そしてね、プリズナーのクエストで解放された後にこの場所にね、火山が現れたんで、あのね、プリズナーが焚き火をしていた場所が多分ここなんで、マップの外側にあるあの山の光はプリズナーの光じゃないんじゃないか。まあ、山の外の光ってね、焚き火みたいに燃えてるんじゃなくて、光がね、なんか空中に浮いてる感じなんですよ。それ考えても、どっちかというと個人的にはキューブクイーンの光なんじゃないかと、これは考察しています。それでは5つ目のマップ変化、こちらビジターの隕石ですね。本来ね、ゼロポイントが不安定化してないんで、時間が止まっていないはずなんで、ビジターの隕石がね、空中で止まってるのはめちゃめちゃおかしなことなんですけど、はい、この隕石の中には懐かしのビジターの宇宙船があります。はい、チャプター1のシーズン4でね、ビジターは隕石に乗ってやってきて、ダスティデポでね、この宇宙ポットのドアを開いてフォートナイトの世界にね、現れてたんですけど、その懐かしのビジターが乗っていた宇宙船がこの隕石の中に存在しております。っていうかね、やっぱ なんかねストーリー的におかしくて、本来ね、この隕石が落下してここにクレーターができるのに、まだ隕石が落下してないのにね、クレーターがあるんですよ。謎すぎる。ちょっとね、わけわからないことになってるんですけど、ここでね、ちょっとね、一つね、めちゃめちゃ気になるのがあって、あのさ、チャプター4のキネティック鉱石、みんな覚えてる？シャッタードスラブズにあった、これなんかシャッタードスラブズにあったキネティック鉱石、あのキューブの力にめっちゃ似てない？これチャプター1の頃からこんなあったっけ？この隕石自体がなんかゼロポイントの力かなんかで守られてるのかな。まあ、セブンの乗り物って考えたら、ゼロポイントの力を使ってても確かにおかしくはないですよね。まあ、ビジターもファウンデーションも隕石に乗ってね、フォートナイトの世界に現れたんですけど、セブンのリーダーであるファウンデーションはね、結構ゼロポイントを使いこなしてたんで、まあ、この隕石自体にゼロポイントの力を付与して、このループの世界に突撃してたんですかね。キネティック鉱石っていうのはゼロフュージョンによって作られた物質、まあ、ゼロポイントのエネルギーのかけらみたいなもんなんで、キネティック鉱石がゼロポイントのエネルギー、そしてこの隕石のエネルギーもゼロポイントのエネルギーと考えたらね、そこまでおかしくはないとは思うんですけど、謎にここにキネティック鉱石のエネルギーのようなものを見えております。さあ、最後はね、マップ変化というより、マップ変化してないマップ変化なんですけど、火山がね、登場しなかったことによって、本来ね、火山によって破壊されるティルテッドタワー、リテールローが破壊されていませんので、ネオティルテッド、メガモールはね、今回登場しておりません。さあ、そしてね、ジャンクジャンクション、本来ね、あのティルテッドタワーに隕石が落ちたことによって、このジャンクジャンクションにね、ティルテッドタワーの壊れた時計台とか、まあティルテッドタワーのね、破片がたくさんね、運ばれてくることになるんですけど、この場所にね、運ばれてくることになるんですけど、まあ今回ティルテッドタワーが
開されてないということで、ジャンクジャンクションにもね、大きなマップ変化は起こっていないようです。こんな風にね、本来のチャプター1の姿とだいぶ違うんですけど、やっぱり個人的にはね、ジョンジーがやってきたことによるマップ改変というよりは、チャプター1シーズン7の世界に、カドソーンがやってきてアイスキングを倒したことによって、いろいろね、マップが大きく変わってるんじゃないかとね、考えています。まあ、ジョーンズはね、タイムマシンでやってきて、タイムマシンをね、ダスティーディポットに運んでるだけなんで、そんなにね、歴史には介入してないんですよ。まあ、それよりはね、チャプター1シーズン7以降のね、ストーリーに大きく関わっている、アイスキングからインフィニティブレードを奪ってしまったカドソーン、こっちの方がね、マップの改変に大きく関わってるんじゃないかと考えているんですが、皆さんどうでしょう？よかったら皆さんの意見もコメント欄で教えてください。ということでね、チャプター1シーズン7-8からシーズン9-10へと変化しておりましたので、そのね、紹介と考察でした。いや、今回ね、0ポイントがね、敵であるはずのキューブとね、横並びしてるっていうのがね、非常になんかね、なんかものすごい、状況ですのでね。ていうか、フォートナイト始まって初めてじゃないかな、キューブと0ポイントが同時にマップ上に存在しているのは。これはね、とてつもなくすごい絵ですので、皆さんよかったら、今のうちにルートレイクで一目拝んでおくといいんじゃないかと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。できるだけ早く喉は治したいと思います。みんなも風邪に気をつけてねー。